皆さんこんにちは、司会の伊藤彩です。それでは9月16日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。島市の情報を担当職員と分かりやすくご紹介していくコーナー、暮らしの情報では新しい学校給食センターについてお送りいたします。志を持って島を活性化している人や観光資源の開発事業などを紹介する詩人仕事のコーナー、今回は丸先生パンの新工場をご紹介いたします。最後は里海推進室の職員が里海を活用したまちづくりなどの動きを紹介する里海のコーナー、今回は新しい里海のまち宣言についてご紹介いたします。まずは暮らしの情報コーナーです。今回は新しくできた学校給食センターについてお送りいたします。お話を伺ってきましたので VTR をご覧ください。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは詳しいお話を食育課の山室さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、新しくできたということでとっても綺麗ですね。ありがとうございます。7月に一部を残して完成しまして、夏休み明けの9月3日から給食の提供を開始しております。はい、これまでは合併前の旧5町の給食センターで給食を作っていましたが、施設の老朽化などのためにこの度一本化しました。なるほど。はい、では施設を案内しながらご説明させていただきます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、今回は食育の推進に向けて調理風景を見学できる見学通路を設けました。こちらが野菜は処理室になっています。野菜を機械で切るところなんですね。はい、はい、でこちらが煮炊き室になっています。こちらは釜で調理をするところになっています。ちょっと見てもいいですか。はい、どうぞ。うわー、すごい大きな釜ですね。はい、一釜で約400人分を調理できます。すごい。それがでもいくつもありますから。そうですね、市内全部の小学校19校と中学校9校の合計4300人の給食を提供しています。すごい数ですね。はい、まあ、でもこうして子どもたちに自分たちが食べている給食をどんなふうに作られているのかって見てもらうのって大事ですよね。そうですね。はい、また今までは保育所から中学生までの給食を作っている施設もありましたが、味や硬さなど年齢層ごとに適したメニューを作ることが非常に困難だったんですが、小中学生向けと幼児向けの給食を別々にすることによりまして、年齢層に応じた給食を提供することができるようになりました。そうするとよりきめ細かな給食メニューが提供できているわけですね。はい、あと私気になったのが、はい、衛生面なんですけど、そのあたりはどうですか。はい、はい、この建物では、部屋を仕切ることによりまして、はい、食材だけがなるべく移動するように、なりました。はい、じゃあ、 まあこういうふうに和処理室だったりとか煮炊き室っていうのが事細かに分かれてるんですね。はい、そうです。はい、その他にもエプロンの色を分けることによって、作業内容を明確にすることによって、今その人が何をしているのか、これを触っていいのかいけないのかっていうのを明確に区分することになりました。じゃあ例えばですけど、お肉とか、まあ、お魚とか触った方がこういったところに入るっていうのがなかったりするんですか。そうですね、もう建物で仕切られていますので、そういったことはなくなります。はい、じゃあそういったところも徹底されてるんですね。はい、また最近はアレルギーをお持ちのお子さんも増えてきてますけど、そのあたりの対応っていうのはいかがですか。はい、こちらの給食センターでは食物アレルギー対応の専門の調理室を設けました。これまでは調理室内で特定の食材を使わない少人数分を調理するなどして対応してきましたが、専用の調理室を設けることによりまして、衛生管理の面も向上しました。そうなんですね。ではどうぞ。こちらが会議室になります。広いですね。会議室ということなんですが、これだけ広いわけですから他にも使い道っていうのはあるんでしょうか。はい、栄養教諭による食育の授業をこちらで行うこともできるようになりました。
じゃあもう今までは給食センターというとね、給食を作るっていう、まあそれも今までと同じだとは思うんですけど、はい、それ以外にも食育とかいろんなところにも力を入れているわけですね。はい、最後に今後について聞かせていただけますか。はい、これまで以上に安全で安心な美味しい子どもたちに喜ばれる美味しい給食を目指して頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてのコーナーは、志を持って島を活性化している人や観光資源の開発事業などを紹介する詩人仕事のコーナー。今回は丸仙製パンの新しい工場についてご紹介します。先ほど学校給食についてご紹介しましたが、こちらで給食のパンやご飯を作っているそうですよ。それでは詳しいお話を丸仙製パン株式会社伊勢島ライスセンターの小川社長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、こちらは今年の夏に移転されたということなんですが、今まではどちらにあったんですか。そうですね、今まではあの大王町なきりでやっていました。はい、でこちらの工場に新しくということになるんですが、以前と比べるとやっぱり工場の規模っていうのも随分と大きくなってるんですか。そうですね、大きくなってます。はい、そうするとできることもっていうのも増えてたりとか。そうですね、新しい機械とかも増えているんでしょうかね。はい、なるほど。そしてこちらの作られた、まあ、パンですとかご飯っていうのは大体どのエリアに届けられているんでしょうか。そうですね、まあ、島市、伊勢市、鳥羽市、南伊勢町の方に、配送の方してます。そうすると島市内だけではないんですね。そうですね、はい、まあ、主な届け先というと、まあ、給食だったりもするとは思うんですが、それ以外ではどういったところになるんでしょうか。それ以外ですと、まあホテル関係とか旅館さん、まあ、あと介護施設、病院なんかに納めさせていただいてます。幅広いんですね。そうですね、はい、今日はですね、そうしたパンやご飯を作っている工場の中を特別に見学させていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さて着替えてきました。これから中に入るということなんですが、はい、こちらはエアシャワーになりますので、こちらがエアを浴びていただいてそちらに行くという作業になります。はい、ちょっと中に入ったらいいですか。はい、そうです、どうぞ。はい、失礼します。よいしょ、ドアを閉め、うわー、すごい、エアシャワーということ で最後はしっかりと消毒液で殺菌をして、手もきれいになりました。はい、ではじゃあこちらの方へどうぞ。うわー、すごい、わあ、すごい、はい、大きな機械がありますが、こちらではまずどういったものを作られてるんですか。そうですね、こちらはもうご飯を炊くラインになりますね。ラインなんですか。そうですね、一応こ、はい、まあ、あちらで旋米したものをこちらで炊き上げていくっていう工程になります。うん、釜もすごい大きくて立派ですね。そうですね、だいたい一釜50人分ぐらい、50人ですね、炊けるようになってます。うん、熱もなんかしっかりと伝わりそうな。そうですね、はいはい、かなり重たいんですね、これが。ここで、まあ、あちらから米が入ってくるんですけど、これは自動で水が出るようになってまして、でここからずっと流れていくっていう感じなんですけど、まあ、ここが全部これがガスつきまして流れていくんですけども、はい、25分ぐらいかけて炊く工程になります、ご飯を。あちらが反転機、反転ほぐし機って言いまして、はい、こちらを蒸らされた、はい、ご飯が、はいはい、こういうふうに反転してくるっていう、ここへパタッと、はいはいはい、ご飯が落ちてここでほぐしていくっていう工程になります。
だからこういった形をしてるんですね。そうですね。こうやって見てますと釜もかなりね大きいですし、だいたい1日でどれぐらいの。そうですね、もう、多い日ですと8000食ぐらいになりますね。すごい数ですね、はい。ちなみにお米はどちらのお米を使われてるんですか。あの三重県産の三重の笑みっていうのを使用しています。そうすると地元産にもこだわっているわけですね。そうですね、はい、はい。いい香りがしますね。そうですね。ここはパンですか。はい、そうですね。こちらあのパンの製造部分になります、はい。どういった工程で作られるんでしょうか。そうですね。こちらがミキサーの機械ですか。そうですね。あのパンをのあの混ぜるミキサーですね。はい。はい。そして続いてが。そしてこちらの次が機械になります。ちょっとなんか複雑そうな機械ですか。そうですね、はい、できた生地を、この機械に入れるとグラム数に分かれて、こちらから出ていくっていう機械になります。だからここにも測りというか。そうですね、はい、あるんですね。こちらに生地が流れてきまして、まあ、普段ですとあの天板をここに挿して、でこちらの発酵室っていうところになります。冷蔵庫かなと思ってた。どれぐらいかけて何度ぐらいで。そうですね、こちらあの温度が、38度ぐらいで、湿度がだいたい 80% ぐらいの一つの部屋になってます。だいたい時間的に50分から1時間ぐらいかけて寝かすっていう工程になります。あちらのお部屋ではまずミキサーで生地を作って、その後はかりで、まあ、同じサイズにということですよね。そうですね、はい、で型取ったものをこちらのお部屋で発酵させる。 はい、そしてその先にあるこちらのお部屋ではどういったことが行われるんでしょうか。こちらの方で焼きの工程になります。焼き上げる工程ですね。朝になるとカリカリになってるんですけども、ラスクですね、はい、ちょっとここ熱があるようですが。そうですね、余熱でカリカリにするんですけども、あ、じゃあもうあの一気に熱を加えるというよりは、いいないです、ね、はい、じっくりと熟成させながらみたいな感じですか。はい、わあ、出来上がりが楽しみです ね、 そうですね。いい香りもします。そしてこちらにも美味しそうなパンが並んでますね。そうですね、はい、あの給食の場合ですと食パンだったりとかあのコペパンとかあると思うんですけど、こちらではどういった種類のものを作られてるんですか。そうですね、あの、まあ、ロールパンだとかベーグル、まあ、あと小さな食パンですね、まあ、あと給食ではあのバターロールとか、黒糖パンなんかもやってます、はい。そうすると、まあ、学校も、ね、中心ではあるとは思いますが、こういったパンっていうのはいろんなところに出されているんですよね。そうですね、はい、今日は特別にこちらの工場の中を拝見させていただいたわけなんですが、ほとんどが機械化されていて人の手に触れるっていうのはあまりないですよね。そうですね、もうあの手の菌を食品に移さないということで、そういうのを心がけております。やはりね、食品を扱う上ではもう衛生面というのは欠かせないですもんね。そうですね、うん、そして新しく工場ができたということで皆さんの気持ちも新たなところもあると思うんですが。そうですね、はい、今後についてはいかがでしょう。もう安全安心な、ものの提供することですね、うん、はい、ね、本当に地域の方々、子どもたちもここで作られたパンやご飯を楽しみにしていると思いますので、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後は里海推進室の職員が里海を活用したまちづくりなどの動きを紹介する里海のコーナー。今回は新しい里海のまち宣言についてお送りいたします。
中井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、この宣言なんですが、どういったものなんですか？はい、これまでもですね、里海メッセージを市民の皆様から募集してきたんですけれども、まあ、それがですね、一つの形になったということになりますね。はい、8月の30日に、まあ、議会の方で可決されて里海宣言しましたということになったんですけれども、まあ、島を思う皆さんの気持ちがですね、まあ、文書になったというふうな形ですね。はい、で、島の豊かな景色だったりとか、まあ、今までずっとその島の恵みを使って生きてきた、まあ、私たちの生活で、そしてこれからもずっとこの生活を続けていきたいっていう思いが詰まっています。そうすると、じゃあここにはもう本当に皆さんの地域の思いっていうのがギュッと詰まってるわけですね。はい、そう思っております。もう本当に皆さんそれぞれ言葉は違うとね、はい、島をこう大切にしたいって思いは皆さん一緒ですので、まあ、そういったことがこう凝縮された宣言だというふうに捉えていただいたらいいかなと思います。そうですね。まあ、でもこの宣言ができたからといってこれで終わりではなくて、やっぱり私たち一人一人がアクションを起こしていかなければなりませんよね。そうなんです。まあ、宣言というとこう外に、ね、向けてするものなんですけれども、まあ、そういったことをする私たちのこう生活とか、まあ、行動がどうであるかっていうのがとても大事になってきます。で、それでですね、私の里海宣言というのをですね、はい、まあ、皆さんに知っていただいたらなと。で、それで私ちょっと今回書いてきました。何を持ってきたのかなと思ってたら、私の里海宣言、まあ、今回の町の里海宣言もございますが、まあ、私としてはこんな宣言をしますということでこう持ってきました。はい、これはですね、島の門を食べる、うん、これも大事ですよね。そうなんですよ。ちょっと食いしん坊だっていうふうに思われるかもしれませんが、はい、やはりこう島には本当にたくさんの美味しいものがあります。山の門も海の門もあります。まあ、そういったものをですね、食べ続けていきたい。で、また食べることによってね、まあ、よくしていきたいっていうのが一つありますよね。ね、うん、私だったらどうですかね。やっぱり今こういった伝えるっていうお仕事をしてますので、まあ、こういった放送に限らず、ツイッターとかフェイスブックとかいろんなツールがありますのでね、この島の良さをしっかりと発信していけたら、これを一つの宣言としたいなと思うんですが、ぜひよろしくお願いします。うん、まあ、本当にこうあやちゃんが言われる情報発信っていうのは、それもね、誰でもできることだと思いますので、皆さんこう Facebook とかでどんどんとやっていただけたらなというふうに思います。はい、そして、まあ、情報発信という話が出ましたけども、はい、9月の末に行われる国際会議、これも一つのね、いい機会になりそうですよね。はい、そうなんですよ。もうこれはね、本当に海外の方々が来られますので、国内ではないんでね、本当に世界中に、まあ、島のこの街づくり、またこの市民の皆様のこう思いみたいなものをですね、伝えていけたらなというふうに思ってます。うん、こちらはなんか傍聴もできるっていうふうにお聞きしたんですか？そうなんです。9月の30日、10月1日と根室の里の方に来ていただきましたら傍聴できますので、ぜひお越しください。はい、そして、はい、その先には里海フェスティバルも控えてますね。9月の広報の方に書かせてもらっているんですけれども、11月の17日にアゴアリアで里海フェスティバルが開催されます。またいろんなイベントを考えてますので、皆さんもぜひお越しいただけたらと。はい、本当に盛りだくさんという感じですが、そうなんです。終わりがありません。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。それでは今回の島の国チャンネルはこの辺で失礼いたします。次回もどうぞご覧ください。